見てないところでちょっとした嫌がらせとかって簡単にできるじゃないですか。いや、あのさ、どういうことよ、それ見てないところ。いや、こいつムカつくわとか、ユーコンガーとかでチョンって押してバチャンと押すことで、ああ、大丈夫かみたいな。そうするとカメラのスイッチを切れる権限がある嬉野さんはいつでもこっそりできるじゃないですか。あ、回してなかったわ今どう。嬉野さん的になんかその一緒に旅してたらこいつムカつくとかなってくるとだんだんこいつを取り高減らしてやろうとかならないですか。演者が2人しかいないのにさ、こいつカット減らしてやろうなんて思ったらもう数がないもん。彼にも人生があるじゃないか、はいはい、彼に当時人生なかったわけだから別にいいでしょ。そこからもう完全に僕の飽きたからって大変に焦がして自分はボートで豆食ってもらっておじさん持ち帰ってくださいって言ってたでしょ。